はい、みなさん、こんにちは。大洋です。大家好き。おしおんやん。3分チュトレまた復活しました。イイはい今日はね、こういう感じでやっていきます。どういう感じかというと、こんな感じですね。はい、マインドマップ式でやりたいと思います。3、はいえー、分チュートレイの67回目ですね。今日のテーマは、梅雨です。梅雨。もう、もう梅雨かな。まだ梅雨じゃないですよね。もうね、もうジメジメしてて気持ち悪いです。はい、だから、梅雨をテーマにみなさんに、 いくつかね、中国語を紹介していきたいと思います、えー。まず見てみましょう。はい。3つのパートで紹介していきます。キーワード、問題、宿題ですね。はい。まずキーワードを見てみましょう。1、2、3、4、4つありますね。キーワードはですね、僕が図を出します。図か写真とかですね。皆さん、それを見てね、どういう中国語か、まあ単語ですね。はい。当ててみてください。じゃあ、いきますよ。はい。ああ、もう、もう出てますね。中国語なんて言うんでしょう。 どうぞ。はい、えー、めいと言いますね。めいゆう。か、めいゆちいちへ。梅雨シーズンですね。めいゆうちいちへ。あえてね、ピン書いてません。でまず、皆さん、聞き取ってください。聞き取る。ピン見たらね、もう、アルファベットが頭に入るから、はい。まず、それを省いて、発音だけ聞いてください。はい、後ろの中あるんですね。はい、おまけです。おまけ。おまけというのは、

何,だろう何も言いません。はい、どうぞ当ててみてください。はい、これは入ることですね。はい、わかりましたか進入と言います。進入あるいは進ン・もうここは進入としましょう。はい、進入ですね。チン・ルー。OK! じゃあ3番目のキーワード何だろうこれはん何だろうな 逆、さっきのジン・ローと逆です。何でしょうはい。答えはチ,ョウチュチュですね。チューチュー。チョウチュチョウチュはい。4番目のキーワードを見てみましょう。あ暑いじゃないですよ。暑いじゃない。何だろう。蒸し暑いですね。ジメジメしてる。 湿っぽい。うん、答えは、潮湿です。潮湿潮シか、チャですね。はい、わかりましたかはい、4つのキーワードは以上です。じゃあ、問題見てみましょうか。問題。問題は、あ3つあるんだ。<laughs> 自分も忘れました。3つあるんですね。はい、じゃあ、1番の問題見てみましょうか。はい。 もう梅雨入りしたもう梅雨入りしたの中国語を答えてください。さっきね、もうキーワード4つ紹介しましたからね、もう分かるはずです。はい、分からなくても大丈夫です。はい、分解してみましょう。分解ね。はい、まず、もう、もうは何て言うんでしょう。もうは、偉人ですね。偉人。はい、梅雨入りは、さっきね、 サーリーマンが家に入ること。はい。なんて言うんですかジ入ですね。じゃあ、梅雨,雨は近入りはジ入梅雨じゃないです。こういうふうに言います。入梅と言います。入梅入梅、はい。した疑問詞ですね。はい。簡単ですよね。ま、まですね。じゃあ、答えはイー入梅ルー イージン・ルーメイ・ラマ。イージン・ルーじゃあ、2番目の質問を言ってみましょう。もう梅雨明けしたもうさっきと似てますよね。もう梅雨明けしたはい。わかりましたかこれ簡単ですよね。もうだって、もう梅雨明け、もう梅雨入りしたもう言えるからね。はい、じゃあ答え見てみましょうか。答えは、イージンー・チュー,ーメイ・ラマ。イージン・チューメイ・ラマ。チューメイ・ル 入り、開ける。ですね。中名、ルーメイ、ルー OK。じゃあ、3つ目の質問を見てみましょうか。3つ目の問題です。ジメジメしてるね。ジメジメしてるね。うん。言えます、まあ、ジメジメは、ね、さっき言ったんですよね。言いました。はい。じゃあ、この後ろのねーは何て言うんだろう。はい。 なんとかですね。なんとかですね。なんとかですね。なんて言うんだろう。おいしいですね。はい。そのねです。はなんとかなんとかなんとかですね。はなんとかなんとか。あるいははなんとかなんとか。ここははとしましょう。じゃあ答えは簡単ですよね。はい。はおちゃわ。はおちゃはおしてるね。 もうしめっぽいね。好潮ちゃわ。はです。あるいは好潮ちゃうしゅ。好潮湿だとちょっとの文章的な感じですね。好潮ちだったら話す言葉です。はい。だけどね、この好潮ちね、違う意味もあるんですよ。はい。その意味というのは、おしゃれですね、という意味なんです。例えば、你好潮啊今天穿得很潮啊もう言えます。はい、最後、宿題。 という前に、もしこの動画が役に立つのであれば、えー、この動画ね、シェアしてね、いいねボタンとかですね、押してください。お願いします。はい、宿題はですね、潮詩で造就しましょう。潮詩、あるいは潮で造就してください。皆さんが造意した文章ですね、メンバーシップの方向け、えー、添削動画作りますので、よろしくお願いします。あと、ピンはですね、ここでは出していないんですが、おそらく概要欄か、えー、コメント欄に書いておきます。 確認したい方は見てください。OK。じゃあ今日の動画は以上です。また次回。バイバイ。